ジョバンギ・ジョリッティは、イタリアの自由主義的政治家。1892年から1921年まで5回に、渡って、首相を務めた。昇闘派軍立の当時のイタリア政界にあって、驚くべき才能を持って極左から極右に至る、格闘派の主張と妥協しつつ、また、彼一流の選挙干渉を行い、政府の役人や、議員の中にいわゆる、ジョリッティ体制を築き上げ、 正解に支配的地位を占めた。第一次世界大戦には中立論を辞しファシズム対等期にはこれに協調的であったが、後に反対者となる。クーネオ県のモンドビ生まれで、ブルジョワ階級の出身である。20世紀初頭に幾度か首相を務め、イタリアの工業家などに尽力した。第一次世界大戦後の1920年に再び首相になった時、 イタリアは深刻な不況下に置かれ、労働運動や、貧農の暴動などが激化していた。彼は労働運動の恩恵派と交渉を重ね、事態を収拾させた。また、フィウメ問題をめぐり対等していた国内の対、フィウメ強硬派を抑えることにも成功した。そうじてジョリッティは、左右の急進派を牽制して、中道的な自由主義者として振る舞った。しかし、その中で、 ベニーとムッソリーニの力を軽視し、彼と結んで左右両勢力の弱体化を図ったことは、こうをそうせず、ファシズムの台頭を許したともされる。ありがとうございます。